辛い時期を何年も過ごしましたね。階級のことでもいろいろ悩んで、いろんなことに挑戦はしたんですけども、うまくいかずに、でもこの63という一番いい階級がちょうど出来上がったんで、これはチャンスだと思って、自分の人生をかけて戦いたいなと思います。尾崎啓二Sat around and thought about destiny. Minus 7 kilo. その先に見えたもの。人生をかけるべき戦いがそこにあった。盛り上がりました。今までは70キロの時は大きい選手でパワーで負けて自分の技が出せなかったんですけども、今回は同じような体重の選手なので、自分の技がのびのびと出せて。テコンドーらしい技が出せると思います。残された時間はわずか。僕はもう30なんで、もうあとは少ないんですけども、最後の燃え尽きる一瞬をここで見せたいなと思いますね、はい。いや、久保君はね、本当に可愛い。有川貞治ご推薦、久保優太。久保君のツイッター見てる？あ、何回か見させていただいて、可愛いよね。そういうところも含めてそこが見えないの。そこが見えないからね。ツイッターで久保君の文章見てるとキュンキュンしちゃう。そのぐらい可愛かったんで。こんにちは、こんにちは、こんにちはみたいな感じの、はい、頑張りますみたいな感じで、あ、この子可愛い子だなと思って。笑顔で可愛らしいんだけども、実はすごいエスっぽいっていうか、もう残虐な一面も持ってる選手だな。そうですね、なんか試合ではこうバーって熱くなって、自分のその中の悪い自分が出てる、悪魔な自分が出てる感じがします。僕に任せてください。自分はそういう風にならなきゃいけないんだ、マサさんみたいにならなきゃいけないんだって思ってます。カリスマを求める時代の声、ご推薦の期待に応えられるか。どうですか、谷川さん。いや、久保君本当可愛いよね。久保優太 VS 尾崎啓二。